そもそも格闘技は何で始めたんですか？人を殴ってそこそこ稼げるっていうから、うん、いいじゃんみたいな。人を殴りたかった。人を殴りたかった。多分これやってなかったら変なことになっちゃった。変なことになった。やっぱり殴るのが好きですか？好きですね。蹴るより？あ、でも蹴るのも好きですね、両方。何でもできるから。蹴りだけでいっちゃう。ローキック対決。ローの蹴り合いで。でもこの前はローキックなしでって。そう、でもあいつ絶対ローキックなしでやんないから。この間の試合の時ローキックなしでやろうって言って超ロー蹴られて。だから今回はちゃんとカットする。必殺技でカット。ディフェンスです。そう。ちゃんとにカットする。これがもう大事だね。ピシッて。必殺技。必殺技カット。大きくカット。結構そのまあ悪だったというか不良だったような、ヤンキーだったような。まあ普通ですね。普通。はい。自由なことやってきたっていう。うん、今もそうなんだけど、好きなことやってるだけだから。それ昔から変わんない。自由人、フリー。フリー。フリーです。渡辺選手なんか未だに職質とかされてますよ、ね、いい顔してるよね。顔がいい。あれいいよ。ちょっと悪っぽいところでちょっと被ったりしますか？俺顔怖くないしね。まあうちやったら面白いんじゃない？やったとしたらやってみたい。別に面白そうだしね。向こうがやりたがんないんじゃない？経験者として日本王座について言った渡辺っていうのはなんかやっぱすごい。いや日本チャンピオンすごいでしょ。でも倒したらパンチで倒したらどうなっちゃうんだろう。ボクシング界に迷惑かかんねえな。まあやるかやられるかだからね。そうそうそう。俺やるとしたら足蹴んねえでやから。そしたらで蹴ったりして。でも多分俺とやったら面白い。打ち合いになったら。試合はあれですか、その勝ちに行く姿勢なのか、こう面白い試合とか。まあ、やるからにはやっぱ勝ちたいけど、まあ、判定で勝っても面白くないから、ぶっ倒しに行くっていうスタイルで。そういうトレーニングとかしてるんですか？どういうトレーニング？思いっきりとりあえず殴ってる。氷とか。氷ね、結構大事な話があって。キー。そうなんですよ。裏で金が会長もらってたっていう。さっき聞いたんですけど、その裏話で。なんか切り口にうるせえなと思ってたんですよ。この一点に集中してそこだけやるのがパワートレーニングのはずだけど、なんか一点に集中しろってうるせえから。さっきなんか話してたの聞いてたら、なんか金払ってるぞ。金発生してたみたいな話になって、だから薄さがあったんだな。たまにハブリーナーと思って、そう謎解けましたね。じゃあなんかこう数値化される練習よりかはこっちの方が、こっちの方がお金も出てるらしいし。これから気持ちよくできますね。もう一点に集中しますよ。まあ自分が他の選手と違うところっていうかね、ここが強いとか、なんだろうね、自信があるところ、自信があるところ、下半身ですか？下半身はそんな自信はないです。ないです。気合いですね。気合いだけの自信は。なんとなく始めた格闘技なんですか？はい。なんとなくやってて、今どんどんちょっと舞台が大きくなっていくっていうか、そういうのでなんか変わっていったことありますか？まあ今んとこない。逆にこうしたいみたいなのありますか？こうしたい、こうなりたい。俺どうなりたいんだろうな。自由になりたい。そこそこ自由じゃん。そこそこ自由。まあ今んとことりあえずリングがあって、そこで暴れれば
一番楽しいから。まあでかくなってかろうがやること一緒だから、とりあえず今のところはとりあえずリングで暴れたい。いいこと言った。お母さん家に帰ったらね、キックボクシングから空手やりたいからお金ちょうだいって。やだ、最初から空手やってるよ。サッカーなら気をつけろ、気をつけろ。何やってんのこれ。やる？よし。持っていっていいの？持っていけ。持っていけ。ありがとう。ダメダメ。ダメだよこら。ハンマー。なくなっちゃいましたね。これで今日はハンマーなくなったということで、よかった。行きますか。